構成図、ハイゲンス式接眼鏡もしくは、ホイフェンス式接眼鏡は、接眼レンズの位置形式である。1703年に、クリスティアン・ホイフェンスにより発明されたとされている。望遠鏡ではハイゲンもしくは、ハイゲンス、顕微鏡では、ホイフェンスと呼ぶのが、慣例になっている。大小の平凸レンズ2枚を、どちらも、突面を、大仏側に向けて組み合わせた2軍2枚。 レンズの商材は2枚とも、BK7 を使うのが普通である。対物側のレンズを視野レンズ、接眼側のレンズをメレンズという。視野レンズの焦点距離 F1 と、レンズ間隔 D とメレンズの焦点距離 F2 の比が3、2、1、または4、3、2の時に倍率触収差が補正される。視野レンズをメニスカスとしたものを、密点税デンス式接眼鏡。 または、密点税方位変数式接眼鏡と呼び、天体望遠鏡に広く使われた。密点税の場合、増面湾曲はやや軽減される。見かけ視界は約50度。構造が簡単で安価に製造でき、像も明るいので有用である。しかし、瞳距離が 0.241F と短いので、高倍率にすると見づらい。欠点としては、軸上色周差が出ること。 増面湾曲が大きいことが挙げられる。反射望遠鏡や、ケプラーン式望遠鏡でも F10 以下の単焦点鏡等に使用する場合は、アッペ式接眼鏡か、ケルナー式接眼鏡を使用した方が良い。接着面がないため、レンズ接着剤の耐熱性が悪かった時代には、ラムス電式節眼鏡とともに、太陽観測用接眼鏡として推奨された。ありがとうございます。